こんにちは、あつりと申します。今回は信長の野望革新をやっていきます。シナリオは1555年5月の尾張統一でやっていきます。使う国は里見家でやっていきます。環境設定については、難易度は上級で歴史イベントがあり、寿命と姫と台風がなしで、それ以外は標準でやっていきます。で、今回は RTA 動画になりますので、開始ボタンを押したらタイム計測となります。ということでやっていきましょう。まずね、何も考えなくていいので隠居しちゃおうか。早速隠居して、で、何も考えなくていいので古賀御所を制圧しましょう。進め。6000未満の拠点 でなおかつ戦法も何もないので、古賀御所はね 100% 制圧できる拠点の一つです。なので、とっとと制圧してしまいましょう。で、位置を建設します。位置と位置を建設、仮想もちょこっとしておいて、これで序盤の準備は OK です。で、我々里見家について説明していきますと、まず同盟相手はどこもありません。で、ただね、この港があって、で、拠点も本庄もしっかりしてて、で、近くに弱い国がある。もうこれは本当に素晴らしい環境。本当、初心者の方にもおすすめしたいぐらいの、まあ、そういう立地条件となってます。ちょっと酒井さんダメージ受け気味、技法も失敗してるし、まあ大丈夫だね。前進。元大名はこっちね。行け。行くぞ。行くぞ。敵の城。OK。完全に包囲しました。殴んなくていいわ。もうただの包囲でいいです。敵の拠点を囲んで包囲をすると、まあ士気がまあどんどんなくなっていって、で、士気がゼロになると、まあ城は陥落します。で、あとね、部隊の数が多ければ多いほど包囲の効果も上がりますね。ということで、古賀御所を無事に制圧することができました。で、なんといっても結城晴友、この人は絶対。てか基本的にね、そうだ、そんな上げなくていいんだ。うちら仲いいんすよ、里見と足利家、結構仲良くて、なので安い値段でも仲間になってくれる。まあ、とりあえず OK ですね。まあ、東洋もしっかりこなして、素晴らしいね。うん、仮想も大丈夫か。結城晴友もだけ一発。あ、やんなくていいわ。気持ちね、100円だけ多く上げて、それで OK です。あとは再開を行っておいて、古賀御所は農村を中心、まあ、畑とかね、まあ、兵舎とかそういうのを中心に建てていきます。で、こちらの久留里城では位置を中心に建設していきましょう。なので、ここは位置建設。 OKOK。 そしたら全員引き連れましょう。あとはこの品川承認衆と早めに協定を結んでっていう形にはなります。え、奉行所建設、奉行所、あ、ごめん、結城晴友だけさ、古賀御所で探索を行わせよう。で、武家町建設、で、武家町建設、そんなとこだね。うん、まあ、これぐらいあれば十分でしょ。協定はさすがにまだ無理だもんね。ん、いけるか。おお、協定したかったな。締結したかったな。絶対無理だなと思ってたらいけるんだ。あとは暇だったら職人町先に建設しましょう。あ、こっちの方が、まあいいや。経路上あんま良くないよね、経路付近ね。ん、裏切りか。元大名が裏切った。まあ彼は大して強くないから大丈夫です。農村、お金3150、そんなないか。うん、だったらここ召喚と
奉行所建設。武家町に関してはこことここだけでいいです。あとは全部農村。ん、行くね。北条と武田か。なるほどね。ね、はい、どうも。で、桶狭間の戦い、いつものイベントが起こったと。まあどうでもいいんだけどね。品川承認衆、月変わったら行きましょう。どうすか、相性最悪だもんな。まあ探索、移動でくるり城、一人一つずつ建設、いや二つでいいか、建設していきましょう。気持ち早めに。武田と北条どっち取るかどうなるかな。え、くるり城、はいはい。うん、この二人は奉行させちゃいましょう。うん、停戦はしないんだ。どっち取るかな。あ、停戦したね。はいはいはい。ってことは北条が取るんだ。まあ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 。うん、金がそんなにないから1建設。2人でやらせた方がいい。まあまあまあ。探索を行わせて失敗したら、あ、はいはい、成功するのかい。まあ協定で品川承認衆、まだ無理か。うん、移動でくるり城、ごめんね。移動で2人はくるり城、漁港1個建設できるけど、まあいいや。ちなみに2人さ、協定行きます？うちで比較的政治高い人たちだから無理か。古賀御所無理なんだっけ。無理か。じゃあ探索だな。うん、ここで成功させたかったな。一応建設。あ、お金ない。まあいいや。どう？いやー、ワンチャン守りきれるかもね。大竹頑張ってるわ。下手なりに。いい感じじゃん。いや、無理かもしれん。全言撤回。無理かもしれん。これダメだ。なんとか粘ってほしかったけどね。そうやって出たり入ったりしてもしゃあないよ。あ、はい、どうも。協定、あ、いける？品川承認衆。どうすか？先生。いけるか。オッケーオッケー。ここ、歩兵一発かましましょう。で、あとは、お金は6250か。もうちょっと欲しいところだけど、奉行だな。頑張れ。頑張れ。だから混乱してるわ。おい、失敗すんのかい。頼むぞ。おいおい、皆さん、頼む。奉行軍団戻して、ここも歩兵は、でも、北条が隣だとやりづらいからな。どう？あ、無理なんだっけ？まあ、月変わったらチャレンジしましょう。その前に足軽学者。これ建設していきましょう。うちらその後奪い取りに行けるかな。無理だよね。ワンチャンいけるかな。でも武田に多分援軍要請すぐ出すから余計なことしない方がいいわ。え、畑。無理か。お金を集めたかったな。歩兵ね。と、あとは、奉行。ちなみに契約とかどうなん？あ、民意見ね。いいね、しよう。素晴らしい。ガンガン進めていきましょう。醤油。そもそも今のこの交換でさ、特産品足んなくなったかも。まあいいや。まあなんとかなるっしょ。足軽学者。まあ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 、位置たくさん建設してるし。誰？浪人。おお、太田助政。なんか来た。なんか来た。皆さん流れましたよ。いらん。その探索なんて、しょぼしょぼの武将捕まえてもしょうがないから。いきなり、なんかトップ来たわ。トップクラス。田中のぼた餅。仲間になるかな？どうかね。あ、原さん、そしたらさ、移動で古賀御所行ってて。で、足軽学者。失敗か。あ、陶芸使えた？あ、使えてるわ。あれ？
私見てなかった。画面見てなかった。え、協定、品川小西。頼むよ、そろそろ、本当に。あ、内情ないのね。これは私が悪いか。だったら、協定で、関東黒人衆。黒人衆でいいわ。もう速攻で佐竹取ろう。そしたら。邪魔だもんね。え、協定、関東黒人衆。これ結べたら嬉しい。足軽学者建設。で、暇な方は、水田を次の、大名でいいわ。秋に間に合わせてください。成功するかな？やっちゃおうか。うん、佐竹そこへ取っちゃった方がいいわ。しょぼしょぼのおじさんに、適当に殴らせて、黒人衆召喚して、てか、おびき寄せて、ここで戦わせて、あと包囲でいい。って感じですね。1万なんぼか。貿易やってるけど、まあ足んなくなるわな。足りるか。足軽学者奉行さすとこ。待て、品川小二衆もう見返りないか。確実に見返りがなくなったな。まあ足軽学者建設。まあここでね、あの制圧すればお金も入るようになるから、それでなんとかリカバリーしていきましょう。歩兵した方が良かったかな。来ないね。どうした？待ってます。引き抜き受けてんね。大関高松原さんか。まあ探索でも行うか。東洋一応もらおう。待って、あ、東洋だな。早く出てきなよ。待ってます。来たね。オッケーオッケー。であとここで戦って太田城包囲で終わり。まあこれは楽勝でしょ。うん、これはもう何も悩むことないわ。そしたら水田、ごめんね、足軽適正。そうか、太田助政仲間になったんだもんね。まさかまさかだよ。絶対仲間にならんと思ってた。とあとは、忍びの里。待ってます。黒人衆と一緒に待ってます。どう？頼むね。うん、まあしょうがない、ないよね。うん、上田さんもらうか。もらえるもんなら。この二人は特に内政やらせなくていいわ。金細胞はそろそろいけるかな。え、技術、金細胞。ちょっと時間かかるけどやっちゃっていい。結構派手にやるね。いける？まだ見返り足んないか。探索。あとは水田。ボコボコ。で、これで行くよね。その後、宇都宮城制圧もしちゃいたいけど、どうしようかな。悩みどころだね。移動で歩兵係二手に分かれよう。でここ歩兵ね。歩兵とあとは久留里城も歩兵。築城バリア出したいな。うん、いいね。足軽学者はたくさん揃ってる。職人持ち建設しましょう。もう一個ぐらいいけるか。うん、ここも職人持ちオッケーだね。あ、どうも。探索東洋。うん、失敗したんだっけ。まあ上策でしょう、これは。とりあえず弊社だけ壊しといて。じゃ、多分その前に死んじゃうけど、もう見返りあるんじゃないかな。まだないのかな。移動で古賀御所。協定、品川小人衆。これ頼むね。割と今回は本気で築城早くしたい。頼む。頼むよ、先生。探索もできないか。だったら、水田だな。水田建設。あと、弊社。
で、農村建設していきましょう。農村と農村。奉行軍団2人戻して、いけるかな、どうかな。協定、品川俊一無理か。うん。宇都宮がああやって援軍に来るんだったらさ、利用した方がいいよね。で、こいつらもこっちにおびき寄せて、戦わせて、弱くなったところ宇都宮包囲か太田包囲、太田城包囲、どちらか取っていこう。ここもうあと2日待って歩兵。こいつは来るね。まあこれはこれでいいんだ。あ、まあこれは来ないわ。3000しかないわ。うん、適当なあとここにいればいいわ。宇都宮は兵力5600。うん、もうちょっと削りたいな、できればな。で、どうなん品川小二重、頼むね。お金2万か、そこそこ。 OKOK、やっといけたか。うん、特産品の方が今大事。いや、塩だな。築城バリアを行いたいから。足軽学者と、足軽学者、いや、こいつはやらせないでや、歩兵係にしよう。で、古賀御所。さてさて、そしたら太田城を制圧しましょう。うん、誰かしら、誰でもいいから一人欲しいな。築城バリアさせたい。そうだな、ここら辺もらうか。上田さん。え、築城。で、出陣します。結構あるもんね、兵力ね。進め、こぶ進めと、馬勢も一応持っていきましょう。多分入んないと思うけど、一応持ってこう。進め、宇都宮家とバトルこと考えて、ここ混乱だな。前進どう、まだいる。商人、いいね。妙刀が入った。ここら辺のタイミングで一回帰ろうか。で、こいつを追い出そう。そのタイミングで行けばちょうどいいんじゃないかな。技法か。技法余計いるかな。どうかな。再開。再開。再開。あとは、水田。うんうん、順調ですね。あ、待って、ごめんね。戦いなさい。よし。この往復の期間があれば、引き抜き受けてる。北条から引き抜きか。くるり城。技術で、わらじ。まあ、ちょうどいいんじゃないかな。矢倉邪魔だな。まあ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 。また宇都宮から来ると思うんだ。できればその前に混乱させちゃいたい。大田助政、奥行こうか。あんた一番統率高いから耐えて。行け、こっちね。おのおの頼むぞ。で、こっちはバトってると。うん、東洋、あ、いいねいいね。安ければもらおう。築城バリア用にちょうどいいわ。暇暇だったら、足軽学者。敵の城、オッケーオッケー。完全に包囲しました。ね、結城さんは殴っていいわ。オッケーオッケー、これでまあいいか。待ってね、帰ったら危ないよ。今攻められたらちょっと怖い。で、水田と、あとは、うん、あ、いいね。ちょうど暇そうな顔のやつがいるわ。ここも歩兵ね。うん、いいね。佐竹はとりあえず制圧は完了。古賀御所ね。え、築城バリア予備。あ、なんか制圧したらしい。さてさてさて、兵糧結構削れたでしょ。1万6000でしょ。どうしようかな。まあ歩兵だな。え、歩兵をする。ちなみに
忍者は剥がしたか。まあそうだな、動きたいけど動きづらい。あ、そっちそっち行ったんだ。水田と弊社、太田城が結構人いる。移動で、そしたら古賀御所。まあ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 、そしたらここも築城しちゃいましょう。承知しました。原さんいいね、逃げていいですか。お味方が、あ、ごめん、負傷しましたごめんね。妙刀ができたからもう一個のやつもやらないとね、蛍光色もね。あれ、あの人どこ行った。取引、待って、契約でオランダは無理だもんね。取引で蛍光色ねえないのかい。ないならいいや。もう一発歩兵かまして、もうさっさと取ろう。メンツは太田助政と結城晴友二人でいいや。古賀御所行きましょう。オッケーオッケー、いいねいいね。築城、金はめっちゃ入ったからもう築城パラダイス行こう。弊社、一発歩兵かましましょう。北条に対してさ、兵糧攻めとかできるかな。無理だよね、さすがにね。ああ、はいはい。あ、ないんだっけ。今度こっちか。忙しいね、北条の方々。もう私、普通に築城したいってのもあるから。あれ大丈夫っすか。安田さん、それやられるのちょっと嫌だかも。武田にあんまりやられないようにね。で、予備で。弊社。で、里見のボスは、もう元ボスはここで、ついで。くるり城も、足軽学者1個ぐらい建設しましょうか。さてさて、士気が回復したので、ぼちぼち攻めましょう。目指す拠点は、鹿島港に向けて出陣します。移動で古賀御所。あ、いいねいいね、安田さん逃げ切った。よかったね。まだちょっと足んないんだ。足軽学者。ごめんね。まあいいか。足軽学者、建設していきましょう。1個ずつでいいです。とりあえずね。オッケーオッケー。築城。弊社弊社弊社、あと忍びやらないとな。また来たよあいつら。くるり城誰、あれ、やぐらきつい。序盤のやぐらはダメージ結構食らいますわ。こんなもんでいいっしょ。お任せください。はいはいはい。奉行ね。で、蛍光色を早くやりたいんだ。まあ、これは大丈夫。佐竹は滅びんのは捕らえられました。ああ、ごめんごめん。まあなんとかなんだろう。お、いいね、連鎖してんね。築城バリア誰か出したい。さすがに危ないね。あ、でも周り的にこっち周りになるから、もし古賀御所制圧するんだったら、攻めてくるんだったら、だからもう大丈夫か。オッケーオッケー。蛍光色を早くやらなきゃダメだ。誰か戻すか、しょうがねえ。奉行やんなくていい。はいはいはい。東洋で佐竹義明、まあ、ここら辺もらえるうちにもらっておきましょう。で、取引でオランダあるね、いいね、漆器ね。まあぶち込みますか。一発でいけるかな。ちょうど東洋から帰ってくるぐらいのタイミングでいけるはずなんだ。足りるね、数は。
日本刀集めちゃいましょう。民もったいないけど、そう、はいはい、契約、オランダね。で、加増しておきましょう。あ、ボイケンの忘れたしまった、一日遅かった。まあ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 、そういうとこもありますよ。あ、岡本さんもらわないと。とりあえず適当にもらっとくか。人いないしね、今。築城バリア用にみんな出払ってるから、ちょっと人が欲しいんだ。夏か。歩兵させよう。うん、まあまだいっか。さてさてさて、忍びの里。鹿島港で投用。小田さんってどう？裏切る？裏切るね。こいつは裏切るから、古賀御所でも置いとこう。築城要員だ。うんうんうん。あとはお金ぐらいか。奉行所でも建設して終わりでいいです。あ、待って、築城。さっき捕まったやつがいたからな。承知しました。そしたら移動しましょうか。全員移動で。とりあえず太田城。1万2000ね。やぐら固めてる。こっちから攻めよう。攻めるときは。歩兵。取引で。金いいね。集めるってほどでもないけど。うん。内政しっかりやる方が優先か。農村だな。どうすっかな、門前町建てるかな。ね、水田近辺だったら門前町でいいや。黒人衆そこ暴れないでね。暴れられたら大変なことになるわ。なかなか肥沃な土地で素晴らしいですな。農村中心。うん。民中の値1だけもったいないけど、ここ過ぎたら歩兵しよう。北条から一気起こされるのだけは一番嫌だ。そんなとこだな。8、9、10、11、12か。B ランクも行っちゃうか。ね、歩兵終わったら一度集めて。士気消滅。あ、はいはい、これね。まあ、もう一回行こうか。かしこまりました。これもどう考えても士気消滅するでしょ。太田助政、結城春とも、待ってね。適正で B ランク。太田助政、ここら辺使う。吉明、そうだね。里見。そうだな。酒井さんか。そこら辺、久留里城にいるよね。いやいや、ちょうどいいわ。移動で。どこが一番安全？ここか。久留里城でいっか。あとは、結城春とも。まあ、この二人でいいや。三人で、ガンガンやっていきましょう。で、残った暇な方は、足軽学者。と、足軽学者。オッケーオッケー、できてんね。弊社建設。弊社。で、もう一発防兵。ここは強気。久留里城で技術開発。うん、はいはい。代わりはいるぞ。前線予備。オッケーオッケー。前線、まあ、どっちから攻められてもいいように、ここら辺に置いとくか。あ、佐竹義明やらせてもよかったな。まあ、いっか。忍びが欲しい。忍びの里。やりすぎだけど、まあいい。まあ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 。蛍光色も、兵糧も6万あるし、ぼちぼち攻める準備はできてきましたね。移動しましょうか。大名太田城。暇？暇だね。もうやることないか。鹿島港。あ、こいつ裏切んじゃね？大丈夫かな？危ない危ない。危ないな。太田助政、兵力持ってきましょう。うん。伊達から攻められることは
そんな考えにくいから。進め。まあまあ順調ですな。また来たわ。黒人衆とかね、来てくれるとタイミングいいんだけどね。蛍光色が入った。取引でオランダが欲しい。書がいいね。安いし最高。ぶち込もう。で、ランポイも手に入ればいい感じですいい感じです。小賀御所暇、まあ、やることはあとお金ぐらいだから。奉行誰もしてないんだ。これさせときましょう。大してね、塩とか醤油とかだからそこまで価値はないんだけど、まあまあまあ、まあ、取引で、書が割り、さすがによくなさすぎだけど足りる？足りるね。これでいいわ。上田さんもう一回行こう。手前でいいです。進め。さてさて、宇都宮家取りに行きますか。知略が高い人がいない。うん、呼んどこよ。そうだな、まあそうだな、契約で岡本さんやっといてくれ。書が、あー、信勝どうでもいいわ本当にどうでもいい。昆布持ちがいねえな。やべえやべえ。昆布持ちどっかいないかな。昆布持ち、あんた持ってる？持ってねえわ。うちの昆布持ちどこ行った。岡本さん持ってる。あ、持ってんな。あの人やる気あんだ。じゃあ終わったら連れてこよう。貿易でもう日本刀とかもないから、しばらく醤油と塩で。そこまでね、めちゃくちゃすぐに欲しいっていう、そういう技術でもないから。ランボーイはまあ欲しいっちゃ欲しいけど、どうしてもっていうほどじゃないから。まあまあ、2部隊で宇都宮城に向けて出陣します。味方が捕らえられました。前進。引き寄せどうすかな。引き寄せはやんなくていいか。あ、来たね。これ黒人衆来てくんないかな。宇都宮頼むね。来てくれたら喜ぶわ。誰か一人捕まったらしいから予備。来ないかな来ないかな。黒人衆希望です。いつでも来てください。これ柏崎港、あ、取られてんだ。何もやってねえや。なんでまだ最上が生きてんだ。あー、ごめん。任せ終われ。これは大丈夫。長はもうすぐ終わんじゃないこれ。任せ終われ。あ、はい。あっち方面ちょっと目指そっか。なんか知らんけどさ、めちゃ苦戦してるわね。兵糧もそこそこあるし、攻めてもいいよね。こっち？あ、忙しい。あ、ごめんね。あ、ごめん。歩兵しとこう。歩兵と小賀御所も歩兵。で、水田。秋に間に合わせてくれればそれでいいです。で、あとは忍びの里行きましょう。と、忍びの里。あ、待て。やりすぎ。ありすぎた。どんだけ警戒してんだってなるわ。まあいいや。城門を突破しました。帰んの面倒。やられたのね。一門だけど行こう。かしこまりました。まあ順調でしょ。どうなん？やばくない？長尾。何やってんの？あと3000しかないんだけど。受けるわ。受けるわ。馬あったらさ、取りたいよ。あるね。ちょっと長尾狙っちゃおっか。狙った方がいいよね。馬ある。そんなないか。ある。ちょっと馬集めて急いで駆け足で行こう。あっちからも忙しいね。東洋と大関高松、あと宇都宮さんいる？
あ、大田原さん。あ、まだ作ってねえのか、出してねえのか、あいつ。羽賀さんは、羽賀さんいた。羽賀さんもらおう。登用できますかメンツ的にどうかな、微妙な気がするわ。こいつら移動で宇都宮城、何やってんの長尾。不思議だな、なんでこんなことになってんだろう。あんなに弱い長尾は初めて見た。訂正してたりすんの、してないかさすがに。てかできねえか、どうなんだろう。プライドにかけてやんないとかあんのかな。うん、武器持ちいらない。これもいらない。これもいらんね。いいわ。え、ノーソン。なんかチャートが変で、ちょっと狂いそうになるわ。うん、弊社もそうだけど。そっか、大名か。宇都宮。オッケーオッケー。で、加増しておきましょう。まあ、なんかの間違いで、剣心がさ、うちに流れてくるとか、ないかな。相当楽になるぞ。ん、なんで山形城、制圧失敗してんのか、お前ら。あ、技法受けてる？違う？よう分からん。ちょっと、うちも狙いに行こう。裏切りそうで怖いから、これくらい。で、え、築城。あ、やってんね、今。オッケーオッケー。で、移動で、一人残して、宇都宮城。で、ここは、まあ、畑を建設するのはいいんだけど、東洋だな。羽賀さん。羽賀さんは二人とも政治の値が高くて使えるから、那須さんは弓か。まあ、そこそこだな。そうだね、弓隊の、あっと騎馬隊の方がいいよね。あー、これ行くか。うん、柴田城行っちゃうか。だったら山形行こう。山形、これ狙わなきゃダメだ。あー、どうも結構仲間になったね。羽賀さんとか普通に強いから。で、あとはノーソン。え、ノーソン建設、ノーソン建設、農村建設、農村建設。オッケー、いいね。技術開発は順調です。足軽適正 S の人いないよ。 N の人2人しかいないもんね。家宝もないしな。しばらくちょっと無理ですな。そしたら宇都宮、長尾チャンスだ。これでしょ、これうちが取ればいいんでしょ。行きましょう。ここは強気に行くべき。騎馬隊でいい。で、その後武田が攻めてくることも考えて、あ、まあいいか、それは大丈夫か。で、弊社ねえか。うん、酒井さんでいいや。コブでいいので、山形に行きましょう。どう考えても終わるでしょ、柴田城うん、そうだね。足軽隊でもよかったな。まあいいや、頼むぞ。弊社建設、弊社、弊社、弊社。あともう一個築城したいね。築城、那須さんに築城、烏山城。金もめちゃくちゃあるもんね。ここはね、あの一つの拠点内に2つも市場を建築できるので、すごくいい場所です。 OK、 4000か、ちょっと溜まっちゃったな。まあまあまあ、大田助政能力は高いから。柴田城が終わる。何万人、サンキュー、ランポイ。本庄重長、直江誰かけつ、まあ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 、もらえるうちにもらっとこう。ここは、うん、一応殴って奇襲はさせないように。まあ多分奇襲かかんないと思うけどね。
あとは弊社だな。兵糧がそんなない。まあ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 、秋になれば水田結構建設してるから大丈夫だと思う。ごめんね、水田水田、水田と水田、あとは弊社。まあこれぐらいやれば十分でしょう。オッケー、来たよ。行くぞ。城門を突破しました。武田が入ったか。上杉謙信、長尾影虎、影虎いんね。これは普通にもらった方がいいね。お任せあれ。でその後に最上いるから、なんか固めてんな守りこいつら。あー、まだあいつ生きてんのか。援軍ね、けなげに。ここ入れちゃった方が楽かな。あーはい、誰が来るって。あ、お前らか。あー、同盟結ぶ。相馬さん結んでもいいよ。まあ多分いけるな。東洋、本庄重長、本庄重長か。いいね、かげつなもらうか。同人でいない。あのし、まあ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 ぼちぼち。築城適正 A か。うん、まあ歩兵しときましょう。で歩兵をしなきゃいけないんだけど、そろそろ忍者衆にチェンジしようか。他越しも歩兵大丈夫か。忘れてた、これ攻められたらちょっと危なかったね。ちょっと一度戻ろうか。相馬さんって同盟どことも結んでないもんね。奇襲かけまくる。それともそれか黒人衆。うん、まあ、ここは歩兵をさせるだろう。政治の値が高い人にちょっと任せて。 OKOK。 え、カゾ隣がね武田になったからちょっと多めにあげとこう。これぐらいでいいわ。あ、てかもう次すぐ変わるから大丈夫だ。そんなあげんでよかった。浪人来訪とか、同盟で相馬さん結んじゃっていいや。結ぶ価値あるかな。大丈夫じゃねえかな。奇襲かければ騎馬隊でしょ、櫓あるでしょ。兵力がちょっと足んないんだ。で兵糧もそんなないから停戦は無理だもんね。変化で何。あ、いたんだ。東洋で上杉謙信いない。いないか。うん、ここね同盟結んじゃっていい。相馬さん結んじゃっていい。今戦うのちょっと面倒い、時間かかるわ。え、はいはい。そしたらだ、まあ一応もらうか。てか知略85もあるんだ。顔に似合わず結構あったな。弊社ないの、ぶっ壊されてる。あるか。あ、いいねいいね、弊社やってんね。であとは弊社。ああ全然いいよ。ああ、いいかな。まあ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 、まさきさん、そっちのまさきさんはあれだよね、足軽適正 B だよね。うん、無理か。結びたいな。弊社と、あとは兵糧。まあこんなとこだな。で2人も移動で、そしたら次は山形城に移動しましょう。うんうん、まあ順調だね。この2人も山形城、それでいいか。歩兵ガンガンで築城隊出して武田兵糧攻めしちゃおうか。健康食やってないもんね。 OK、 サンキュー。おお流れてこねえかな影虎。あ、どうも。浪人来訪、誰。あ、いた。やったやったぞ。みんな流れてこないかなと思って、やっぱ流れてきたよ。いや、なんかね、まず武田は仲悪いから
あの長尾影虎とあれ、まずそれはないだろうと、まあ登用するのはね基本的にないの。まあそれは良くて、ってなったら世界変わるな。協定で、忍者種これ結んでガンガン歩兵タイムだな。でどこできたってここか。うん、この兵力運んじゃいましょうか。前進。いやー山が動いたな。頼むぞ。おいおい頼むぞ。あ、変化なんすか。これ特産物もらっていきましょう。かけたらいけるよね、仲間できるよね。ちょっと心配になってきたわ。あの人だけはどうしても仲間にしないとダメだ。東洋頼むぞ。おっ、けありがとう。F 代どうぞ。頼むぞ。もうそらそうよっていう感じで。で忍者衆結べたんだっけ。結んでないのか。交渉なんすか。相馬さんいらないんだよな。承諾でいいわ。オッケーオッケー。予備もスペックもできたから、ここ本庄重長にしちゃいましょう。あ、大助けまさでいいや。協定で忍者衆失敗したんだよね君たちね。全部一括でいいです。で山形城で歩兵を行う。であとは街並みか。まあここら辺建設しときましょう。弊社中心になるねここもね。一応門前町建てときますか。総領停戦必要になると来るかもしれない。悪くないじゃん、だいぶいいよ。ここ軍団に任せよ。太田城歩兵行け、協定行けます。忍者衆頼むね。あんたらこれはどこのな。え、協定忍者衆無理か。どこ、何。ああ君、あ、白家灯籠。あ、はいはい、変換ね。もう今からそちらに向かうので頼むぞ。頼むぞ。オッケーいいね、それでかいわ。さてさてさて、技術もそうか。剣心入ったのか。剣心 B かもうちょっと強いと思ったけど、これ1部隊で十分でしょ。1万差で強すぎ。黒川城に向けて出陣します。これは阻止ね、それはいいわ。築城バリアもう一人張らせよう。適当にここら辺。あと新設で軍団で大名ここか。移動で宇都宮でいい。新設時間かかるわ。え、はいはい。そんなとこだな。もう一人築城バリア。ちなみにさ、登用する武将の中に家宝を持ってるやついる。家宝の足軽適正、あんたか。あんたはいっぱい持ってんね。学者、学者って何これ。学者、あ、これか。これいらん。農村いいね、いいね、いいね。いいよいいよ。なんか逃がしてくれた、よかった。武田さん兵糧は稽古職ない。96000、これ削れんね。ガンガンやろう。まあこれはほっといていいわ。これやってる？やってんね。まあってお前らも来るのかい。なんかすごいバーンと落としたんだけど大丈夫かな。くるり城に運んときますか。なんで今あんなバーンと落としたの。あ、ごめん、うちの話で。ちょっと外がねなんかすごい音になってた。一応築城バリアもう一部隊持ってこう。であとは契約で行けるところ、イスパニアはやる予定はないからまだいいや、集めとこう。でさてさて弊社、まあ、水田だな。兵糧がなくなると、弊社次のターゲットは伊達だね。伊達最上取る。それともちょっと櫓がね頭おかしいんだよな。どこ。お味方が。ああこれか。負傷しました。ゆ
け。壊さないでほしいな。ってことは忍者衆とも協定結ばなきゃか。あ、これはもうそのまま拠点の攻撃でいいわ。怖っ。ユキハルトもいいね、こんなん入るね。坊主足軽あったら完璧だったんだけど、まあ許す。いいよ、次から頼むね。委任やってんね。で宇都宮城で、まあ、兵舎1個ちょっといけるか。建設と、あと忍者衆、うん、これねちょっと武田からの先導が非常にきついので順番間違えたけど、まあいいや、やっちゃおう。まだやんの、なんだこいつ、離れた届かないところからやってるわ。敵部隊、はい、壊滅しました。まだやってんの。松本さん武将誰。まあいいや、いいや、もったいないけどいい。お味方が城内に突入しました。頼むぞ頼むぞ頼む。オッケー、いいね。醤油か、まあ独力で集めれば。これハイエナ違うか。なんで柴田城に行くんだろう。どうこれ話してこいつら戦わせて、その間に長野家取ろうか。まあ剣心がいるからね、ガンガン生きるよね。なぜか知らんけど仲間になった上杉謙信。いいねいいね。怖いの、なんかびっくりさせてくる、サプライズみたいな。足なきを取ることができたので、まあ東洋だな。え、ボスいる、いたいたいた。この人足軽適正 A だから確実に。で、あと適正高い人、まあそんないないか。うん、他のやつはいいわ。そしたら弊社、弊社宇都宮暇人がいっぱいいる。できればここに政治の値が高い人集めたいな。でこの3人4人は山形城。おお、やり合ってんねなんか知らんけどやり合ってるわ。いいね、入ったね。重要過剰だな。94、なかなかいいじゃん。100にしちゃうわ。もういいんだよちょっとさ、それやると兵糧なくなるからやめようか。一回戻そう。退却、うん、その兵力そのまんま黒川城でいいわ。黒川城敵に攻められるとちょっと大変だから。で新設でこことここ2つね。兵力兵糧なくなってるでしょ。ほんと勘弁してほしいんだよな。早く行きな。しかもなんで弓で行くかな。でここに政治の値が高い人、まあここら辺もらいましょう。結城ハルトももらうか。和田さんもらって、うん、これぐらいいれば十分だな。あとは統率の値が高い人、そうだね、時さんあたりもらおう。さてさてさて、弊社建設やっていきますか。弊社と、忍びの里、最上どうすっかな。取れるけど武田とは停戦結ばなくていい、兵糧攻めでいい。で移動で、とりあえずここに移動しよう。ちょっとどこにいるかわけわかんなくなる。お味方の部隊、あ、ごめん、壊滅しました。そうだね、長野家か。北条出てこい。北条、兵力2万4000でしょ。ここはもう一発防兵しちゃおう、強気に。で、影虎移動で宇都宮、
ここも軍団に任せちゃっていいね。うん、いやいや。坊主、ここで足軽神、神坊主来た。神坊主か。うん、足軽学者24。どっかで集めたい。伊達取りながら建設？ちょっと考えるか。うん、そしたら、ごめん、こんなんいらないから、職人持ち一気にやっちゃおうか。それはどうでもいいんだ。兵力運びましょう。進め！クルリ城、そんなもん。結構溜まったね。お味方が負傷しました。あ、これも歯運ぼ。進め！負傷したって誰？おめえか。なんでできなくなった？進め！あれ？なんか築城できなくなったんだけど、なにこれ？なんで？前進！ん？なんで？なんで？なんかできなくなったんだけど、なぜか知ってます？まあ、伊達をとりあえず取りに行くので、まあ、一個ずつでいっか。さてさて、伊達家に向けて出陣しましょう。行け！誰か知略と、あ、まあいっか。うん、大助けまさなら大丈夫でしょ。進め！いや、見る場所が多いわ。前進！なぜできなくなったんだ。あ、場所か。そっかそっか、宇都宮からか、行ったからか。こっちからなら多分大丈夫でしょ。なるほどね。拠点が離れすぎてて、本城からの最初範囲外だったんだ。まあ今攻めて来られても冷戦結べるし、どっちでも行っちゃいいんだけど。どう、こっちは順調だな。どうすかな、最上。あとはそろそろ醤油たまるでしょ。ここ出来次第だね。この二人なら大丈夫だ。み、ありがとう。築城でここもやっちゃおう。ガンガン築城。いいねいいね。本庄重永、烏山、あ、芦名さんでいいや。来ないの？来てくれてもいいんですよ。交渉、はいはい。あ、もうどんどん教えてあげるわ。279か。そこそこだね。で、ごめんね。よいしょ、やんの忘れてた。貿易で、いいのがない、米。君はどこ行くの？小田原城。あ、今川が行くんだ。相手になってやれ。任せおれ。黒人衆来ても勝てると思うから大丈夫。で、あとやることはやってるよね。まあ必要ないと思うけど、櫓建設もうどこでもいいよ。どこでもいい。どうなん、ちなみに兵糧24,000。やっぱ切れてんね。敵将捕らえたり。ちなみにさ、長野家18,000。長野も取れるな、うちの実力だったら。減り早。さすがに剣心は強すぎる。うん、北条も狙ってもいいな。しっかりと歩兵やって兵力増やしたらね。その前に東北を一気にこの2部隊で制圧しに行きましょう。1時間か。うん、ここ歩兵、ごめん。いや、むしろここ編成で任せていいわ。城門を突破しました。あとは伊達さんね、韓国でとどめさせたいな。品川承認衆、それもういいわ。自社衆に変更しよう。兵糧がね、ネックになるから。兵糧も金も今ネックだけど、どれぐらいつら金持ってる？そんな持ってない。結構金欠きついわ。サンキュー。敵将、はいはい、捕らえたり。あとはガンガン制圧するのみ。
手持ちしました。お助けマサも出ちゃっていいわ。お任せはあれ。で、ね、職人持ちいらないからぶち壊して、で、編成。大丈夫だね。アマゴどう？あ、できてんね。十文字槍やるか。うん、伊達制圧。あ、伊達、伊達か。韓国通んないかな。伊達ね、取っちゃっていいや。取っていい、取っていい。取り終わったら十文字槍行きましょう。坊主、足軽、足軽パラダイス。ごめんね、適正で、うん、B は佐竹義明と、そうだな、この2人あたりにやらせるか。はいはい、どうぞ。政治そんな高くない。まあ結城晴友だな。あと、ん、足りるよね。何できないの。あ、お金がないの。金がないんだって。そりゃどうもだな。はいはい、佐竹義明どこ行った。あ、いたいた。いいねいいね、築城はできてる。こっちもできてるね。で、十文字槍行きましょう。170、そんなかかんないわ。我が領内に隠し筋。舐められたもんですな。ちょうど私もね、そこの国行こうと思ってたんだ。香水事情舐めすぎでしょ。行こう行こう。承知しました。な、この舐め腐ったやつら倒しに行こう。承知しました。で、伊達の東洋はこっからやっちゃおう。ちょっと遠いけどね。ちょうど政治の値が高い人もいるから。うーん、テルブネ、まあ強いわな。伊達シリーズは強い。黒川さんも盗撮そうだね。77で、残ったいらないやつら結構いるから、ごめんね、いらないやつら、政治の値でここら辺いらないから、全部軍団にあげるわ。敵に攻められてる国だけど頑張って。うん、いいねいいね。築城もやってる。 OK、 契約で民ポルトガル、まあちょっといいや。19000、北条取りてえな。武田さん兵糧は6万、そんなやっぱないわ。柴家の野望。無謀すぎる。一応数をしておきましょう。だってこれ裏切るな多分。まあ何人かに裏切られることは覚悟しとこう。あと金もらわないとな。弱すぎる。いや、そこまでやらなくていい。金山あるんだよね、ここ2個ね。なんでお前は香水事情を攻めようとして罠にかかってんだ。あ、港編成はあんまり、まあ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 、裏切られる可能性があるとね。港丸ごと取られるから。17000、うん、ぼっちぼっち。先生しません。一応もらう。ああ、もらわなくてよかった。金がね。トラップ仕掛けられた。なんで一緒になって包囲してんだ、お前らは。いつうち同盟結んだ、こいつらと。士気ゼロになった。どこの話？あ、これか。前進！いいね、いいね。なんか南部か、今度は。どうも。これでお金の問題も解決かな。ちょっとだけ乱っぽいあるから、将兵回復したらガンガン北上しましょう。いいねいいね、ガンガン来てんね。これで兵糧こいつらなくなるでしょ。お味方の部隊。あ、はいはい。あ、危ない危ない。壊滅しました。お、危ない。よかったね。進め進め進め。オッケーオッケー。そろそろいい。さてさてさて、役職ないもんね、まだね。出陣しましょう。今度南部家取りに行こう。
全然ねえじゃねえか。矢倉がちょっときついけど、こういう感じに行こうかな。1270、君たち深いところまで行ったのはいいけど、後ろがら空きだよ。大丈夫ですか。長野家23000、22000と合わせて3万か。こっから攻めちゃおうかね。十文字入ったら行こうか。あと25日、差し揃え欲しいな。機動力考えるとね、そうだよね。ここを承認衆と協定結んじゃいましょう。待って、間違えた。承認衆いける？お味方の部隊壊滅しました。誰が死んだ？あ、これか。利休名馬いいね。前進進め。さすがにさ、築城いろんなところでやりすぎるとさ、金がやばいわ。これどっちだっけ。自社衆だよね。これ間違えたんだ。オッケー、10文字入った。秋田承認衆オッケー。とりあえず取引で米か。いいね、めっちゃ手話ある。あともう一回ぐらいか。さてさて、出陣しましょう。誰でもいいよ。目指す拠点は美濃和城に向けて出陣します。進め。待ってね、ごめんね。足軽コブの方がいいわ。これ大丈夫でしょ。で、そしたら十文字槍が入ったら、今度は足軽学者が全部いらなく、内政学者持ってない。持ってね。技術内政ちょっと早めにやりましょう。2ヶ月でいける。早いね。お味方が。そしたらついでに、誰かしら行かせたいな。羽賀さん、いや、まあいっか、3人で十分か。技術あるしね。捉えたり。そしたらこいつはどっくん、南部春馬さん、久慈港。函館まで行ってるんだよね。じゃあ久慈港も取っちゃおう。しました。久慈港に向けて出陣します。お任せあれ。で、編成、これも任せよ。まあこれだけもう余計なことしなくてもいいね。北条は兵糧攻めする価値もないし、ね、長野さんさすが。全然ダメージ受けてないうち。そうだな、ここまで来たらもう築城やなくていいわ。これは1万6000うち運ぶんだ。どのも諸勢力結んでないか。敵部隊壊滅しました。一応結んどきましょう協定。何かあったら嫌だから。大丈夫っしょ。大丈夫っしょ。壊滅しました。頼むね。進め。こっちは、あ、いいねいいね。よし、そしたらこのコンビで今度は石川城に向けて出陣しましょう。はいはい、内政学者が入った。建設で内政学者、ここちょっと早めにやろう。編成、これ私がやりましょう。ちょっと一度みんな移動しよう。黒川さんだけ残して移動。よう受けんな義母。制軍省 OK。あとは取引、まあこいつにやらせてもしょうがない。あ、そうだ、差し揃い分のどこだっけ、なくなっちゃった。まあまあまあ、あとでいいや。何しに来た。あ、ごめんね、殴ろう。任せよあれ。そしたら、この足軽学者、大量の足軽学者を全部破壊して全部内政学者に変えましょう。内政学者、そうだね、数的に品種改良までは32必要だから。とはいえ今って他の拠点制圧していくつかね。金がねえのか。金がねえ。金欠もやばい。やばい。早めにいろんな拠点制圧しないとダメだ。
続け、うん、こっちは任せよ。さてさて、出陣しましょう。2部隊で準備しよう。行け。うん、坊主いいね。いや金ないんだ、ごめん。これはハイエナ？違うか。まだやってんのか。一問ごせ。お前ら兵糧切れるだろう、それで。大丈夫か？私は一向に構わんが。お味方さんがたまにな、頭おかしいんだよな。まあそういうとこ好きだけど。お任せを。え、編成。うん、影虎と舞台逆か。別、待って。これ一回放置しちゃおうか。長野さんは欲しいわ。討ち死にしました。討ち死に？ああごめん。まあいいわ。あごめん。あいい、大丈夫ね。討ち死に、討ち死にでちょっと動揺しちゃった。長野さん、もうこの人だけでいい。他は誰かいる？ああれは南部か。築城効いてますね、確実に兵糧攻めが。いいよ、早くこっち来いよお前も。武田さんの兵糧がもう残り1700しかありません。兵糧切れてやがる、ざまみろ。え、過剰だな。なんか知らんおじさんたちも仲間になってるな。うん、夏になる前にちょっとどっかしら取っちゃうか。待ってね、協定で戸隠忍者衆どっか取れるかな。いや、もうちょっと続けよう。もうちょっと続けて秋に一気にまた兵糧を減らして、それからガンガン侵略していった方がいいよ。何やってんのこれ。あ、方針、あーしてないな、んだこれ。何やってんのこの人たち。取引で、民ねえわ。停戦しません。相馬さん外交。え、何。裏切られたんだけど。同盟破棄されたんだけど。びっくりびっくりだわ。同盟破棄、まあ周りがね。あ、はい、領内に向かって出陣。あ、もうごめんね。何考えてたんだっけ。協定で、うん、この水軍衆が邪魔だから行きづらいんだよね。あ、結構来んね。だったら一回来るんだったら坊主停戦でいいわ。同盟破棄したのにさ、坊主停戦にやられちゃうっていうかわいそうな運命。うん、水軍衆邪魔。檜山城か。取りたいけどちょっと兵力多いね。まあ取れるだろうけど。北条24000、27000。オッケーオッケー。その後ボコボコにしよう。どうすか？そこそこ集まってはいるけど。北条一気に。あ、はいはい。まあそらそうなるわな。いける？協定。水軍衆結びたいな。まあいっか、官位あげるわ先に。そしたら安東家取っちゃおう。4万ほど兵力があって、まあうちより強そうに見えるけど多分勝てるから大丈夫。うん、これも、あ、まあいやいや、武田さん兵糧ちょっと入った。7万ね。4万7000、5万6万か、プラス合わせて9000か。先にそうだな、取っちまった方がいいわ。進め、移動でよいしょ。くるり城ね、兵糧15万入った、だいぶ入ったね。美濃和城から出陣させたとしてもこっちから来られたら嫌だからな。とりあえず皆さん移動しましょう。あそこは編成に任せちゃおう。え、編成、まあ大丈夫と思うわ。これどこ行くの。小田原城、忙しい人だな。移動で2人ほど移動。そんな強くねえんだよな。まあ、この3人を、ごめんね、2人は移動。一気に岩槻城取ろう。
固まってた方がいいね。矢倉があるから 100% 本庄重長は技法を受けるけど頑張ろう。まあ、負けないとは思うんだ。上杉謙信がいるから。さてさてさて、続きますか。ちなみに忍者衆どう？大丈夫だね。黒人衆結んでるんだ。進め！行け！まあ、攻めるときは一気かか。あんたらごめん。まあいいや、行こう行こう。どう？大丈夫だね、強っ。ごめん、行かせないとダメだね。出陣出陣。行け！矢倉があるとはいえ、そんなにさ、北条ってさ、鉄砲とか鍛えてないから、行け！強くないと思うんだ。どう？いいね。で、どう？結構、あ、できてんね。いいね、いいね。二期作はまだいけるね。余裕でいけんじゃん。ちょっとみんな戻ろう。内政学者めっちゃあったわ。ちょっと戻ろうか。敵の軍勢が岡本港に抜けて出陣。まだ領内に向かって出陣しました。なるほど。水軍衆と協定結んだか。技術二期作、あ、品種、あ、二期作間に合う。秋に間に合うか。間に合わないね。計算上間に合わなかった。じゃあ先品種改良でいいわ。で、出陣で。多分大したことないから行こう。いいねいいね。オッケーオッケー。安藤家制圧完了。協定で水軍衆これ結ぼう。結んで南部速攻で倒そう。なんだお前ら。敵部隊壊滅しました。里見さん元大名壊滅しました。韓国で落ちんじゃない？ダメ？あ、いいね、もがも落ちんね。そりゃそうでしょ、落ちるでしょ。山形。オッケーオッケー。あ、もがみか。安藤家じゃないか。びっくりした。あ、落ちるよね、そうだよね。とりあえずそれでいいです。どこ行くの？おいおい、頼むぜ。本庄重、あ、綱重か。技法受けすぎ。こいつらね、あの、下手に包囲とかしまくるから、それなら私が動かした方がいいよ。山形城ちょっと韓国頼むよ。成功させてくれ。無理に戦いたくないんだよ韓国ね。いいね、これは通るね。あとは兵糧の切れた武田をしばき上げつつ、北条も取って一気に西に進もう。城門を突破しました。ありがとう、ありがとう。 OK、 水軍士も結べた。さてさて、ぼちぼち片付けるか。南部家取りに行こう。承知しました。そうだね、 OKOK。武田さん兵糧はどうなん？ 7 万か。これやんなくていいや、兵糧攻めしちゃおう。あー、ごめん。捕らえたり。敵部隊、ここ武田さんだよね。しし、武田4700全然ないね。まあ、先に北条取っちゃおう。小田原城に向けて出陣します。どうせ技法また受けるからペア組んでガンガン進軍しよう。ごめん、黒川さんは宇都宮、多分今武将が誰もいない気がする。任せよ。あんたらはそこでいいわ。うん、あ、もがみよしが入ったね、いいね。編成で加増で大丈夫かな。なんで上田さん、あ、そっか、捕虜か。元捕虜か。うん、メンツすごくいいね。まあ、こいつ一人だな。元大名一人。最上義明、ここら辺はもらっときましょう。どんなもん？
うん、歩兵させれば OK。 停戦しません。あとクルリ城も歩兵していいわ。で、政治の値が高い人、まあ、ここら辺ちょっともらいましょう。ここ選手置き去り。あー、いえ、あいつ本当によく受けんな技法。そんなことやってるとまた兵糧なくなるよ。あ、結構あるんだね北条兵力ね。そのくせに停戦お願いしたんだ。総負けか、忘れてた。どんなもん、何やってんのこれ、何やってんだ。本当に何やってんの。まあちょっとここから攻めるか。君たちはまたなんかおかしなこと始まったな。で、兵糧なくなってると。まあ構いません、そういうことは私はいいと思う。城門を突破しました。早っ。韓国で南部落ちるでしょ。南部家とりあえず滅ぼして、で移動で、そしたら岩出山城に移動しましょう。で相馬も取ろう。北信親脱走。腹立たしいと、お前ずっと捕まってるくせに自分の弱さを憎んでくれ。羊どう、韓国通る感じ。北条どうすか。まあさすがにまだ無理か。うん、最後下田港にしてもう滅ぼしちゃおう。それでいいよね。あんたは何とも言えない。いや、こいつさ、本庄重長、お前さ、どうせ技法受けまくって邪魔くさいから隔離。承知しました。品種改良も入れば、まあ、兵糧問題は解決。承知しました。何やってんの、何言ってんのこれ。ヨネザワ、ああ、なるほどね、なるほど、守ってくれてたんだ。余計なことしたね。え、出陣しましょう。承知しました。承知しました。二部隊で十分。ああ、はい、中野さん寝返りはちょっとやだな。あの人は普通に使えるんだ。あと貿易がめちゃくちゃ滞ってるわ。うん、自社州協定結んでおきましょう。兵糧がね、秋にたくさん欲しいわ。よいよいよ、黒人衆来たって。どこ、あ、ここ。お味方が、まあ、城内に突入しました。気にしなくていいよ。南部家ありがとう。そしたら、ね、南部家の方々、函館だよね。うん、柿崎を滅ぼしたいから、ちょっとこっとこっちに行って兵力集めさせよう。裏切んないよね。ちょっと怪しい。若干怪しい。オッケー、ありがとう。あ、米出しちゃダメだ。ま、あ、米だっけ。まあ、いいや。北条、残りは。あ、こんなほっとけばなんだかなんだろう。そしたら広告事情から、なんでお前らがいいんだよ。お、失敗か。うん、編成任せます。そのまま出陣で徳山伊達制圧しましょう。これも軍団に任せる。なんかすごいことになってる。邪魔だな黒人衆。ん、どっか落ちる。柿崎落ちる。いいね。柿崎落ちんのか。戦った覚えないんだけど。そしたら軍団に任せて輸送とかさせようか。その兵力そのまま山形城運んでください。次、武田取りに行こう。2万2000しかない武田。7万で一気に攻めよう。二期作。待ってね。入る。入んね。さすが。なんか、そんな予感したんだよね。なんか制圧したらしい。ありがとう。北条氏康が仲間になった。役職あるか。これ上杉謙信でしょ、どう考えても。氏康と謙信、この二人で戦っていく。はいはい、かしこまりました。
討ち取ったり。そこまでやんなくていいっつ。ここも編成で任せていいね。ここもいいや。もらいますか、ウジアス。ここにいるんだ。そうか、今川も取っちゃうか。今川も倒しちゃいましょう。倒して韓国。承知しました。で、今川まで取ったら、その後は武田取りにシフトしましょう。坊主、もういいんだ。もう帰ってくれ。どう、武田さん兵糧は一番いいっす。そうですか。オッケーオッケー、ありがとう。そしたら新設で、よいしょ、ちょっと色変えよう。目標輸送、とりあえず山形。これも編成で任せよう。いいね、いい一発。倒しちゃっていい。さてさてさて、移動で武田を取りに行きましょう。誰か強い人、結構いいね。普通に強い、大名はいいよ。黒川さんもいいわ。ここら辺もらおう。歩兵してるもんね。和田さんか。政治高い人、ここら辺もらおう。板病か、降雪祭。いいじゃんいいじゃん。うん、オッケーオッケー。方位でも何でもいいぞ。54,000、そんなにあんのにね。さて行きましょうか。入って、うん、剣心戻れ。柴田城に向けて出陣します。18,500、強すぎ。行け。南部春政、技法多分受けるから。なんだ、あ、はいはい。前進、進め。兵糧のない武田を攻めて、あと西に進むのみ。もう軍団もね、品種改良が入ったから、兵糧も結構確保できるはずだから、あいつらにも戦争を任せよう。協定、自社衆。23,000、まあ23,000はそこまでだよね。うん、そしたら技術だな。あれ、やってなかったっけ、ごめん。やんの忘れてたね、行き先。まあ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 、金がね。やってんね。メンツが宇治安長野さん強すぎだよね。韓国落ちるかな、今川。落ちるね。今川もおしまい。ここは私がいるわ。ボコボコにしろ。かまん、強化する。編成、兵糧は武田さん4000。はい、終わり。武田さんおしまいです。切れました。なんだ、何、気づいたらなんかやられてたんだけど。受けるわ。兵糧がそこをつきました。なん、どこだ、お前らか。秋になったら入るから、頑張ろう。いいねいいね。武田さん兵糧は14,000。もうあと攻めるだけだな。ちょっと待ってね、変なやつがいるから。前進、退却。オッケーオッケー、あと武田を後ろについていこう。柏崎港に向けて出陣します。
承知。最上義明。承知しました。うん、いいね、いいね。承知しました。かしこまりました。そしたら残りの奴らも軍団に任せるわ。全部好きでいい。兵糧も入ったはずだし、もうやりたい放題やっていいわ。あそこはちょっと私がやろう。どうぞ。攻略輸送 OK だね。ちなみに契約なんか、ポルトガルやって板金鎧までやっちゃいましょうか。全部隊の防御力が上がるやつ、普通に強い。いいのねえな、醤油。なんでわざわざ帰るとき壊して帰るかな、この人。お前らも素通りすんねん。いいんだけどさ、早く、なんでもいいわ。まあ、敵接近じゃありにしてないからだけど。破壊欲にまみれてんな。いいね、いいね。武田さんは拠点、うん、港残した方が楽だったけど、まあいいでしょう。山名、どうでもいいな。あ、いいね、いいね、いいね。そのタイミングで行くんだ。強い、普通に強い。うん、そのまま行こうか。春日山も取ろう。多分軍団に任せる形にはなるんだけど、ごめんね、長野さん連れてきたいわ。長野さんと宇治安、この二人で連れてきたらお前らもやっていいわ。米ないかんね。行け。ちょっと待機。技法受けすぎ。変化、はいはい。OK、行こうか。うん。役職あげたい。ある。宇治安と、長野さん。大元切磋も強いけどね。ごめんね。3部隊で今度から行こう。宇治安、コブ、長野さん、こんな。まあ、このメンツなら大丈夫でしょう。万に一つ負けることない。あげる。やってんの？おお、どんどん行くね。そして、どんどん黒人衆に捕まってんね。忍者衆との協定解除、風魔忍者衆か。これ協定結んどきましょう。で、技術で天魔星金くれ。うん、これは私も出なきゃダメだな。でもそんな兵糧武田ないから、叩けばいけるはず。8000ね、もう大丈夫だ。お味方が城内に突入しました。戻んないのが。そしたら目標、不可思議に変えよう。綺麗だね。あと軍団に任せりゃ大丈夫。どうなってんの。強えなこいつら。米ねえくせに頑張るわ。武田の騎馬隊はさすがに強い。敵部隊壊滅しました。技法受けてる影虎。まあまあまあ、これで終わりかな。韓国でとどめさせたいけど、どうかな。終わりだね。どう、武田入るね。いいね、いいね。そしたら編成でこっから韓国飛ばしちゃいましょう。いける。相性悪い。俺心配だからこっちからもやらせて。いけるでしょ。大丈夫、大丈夫。取られてさ、相手に兵力を与えてさ、韓国届かないとかやめてね。そしたらあんたらはこっちから行こう。富山城取りに行こう。 OKOK。 兵力輸送でいいわ。あ、待って、輸送でいいわ。時間かかるけど輸送でいい。進め。真ん中から中央突破していこう。チスカさん
遅いな、さすがに。ミンやらなきゃダメだね。殺傷類がないと機動力がなさすぎるわ。私は何もしてないぞ。授業でどうぞ。100だよね。剣心、信玄でいいわ。この2人をメインに戦う。敵部隊壊滅。雪解け、ちょっとスピード上がるかな。次から影虎と信玄2人、まあ宇治安3人で行こう。邪魔なんで黒人衆先にね。伊藤家制圧したぐらいか。遅いね、結構やってる。ああはいはい、それか。黒人衆邪魔かな、どうかな。敵部隊壊滅しました。オッケー、そのまま行こう。楽勝。強すぎ、溶けすぎ。あ、はい、矢倉きついけど、そのまま行こう。天馬戦入った。一応考えもやりますか。進軍状況がそこまで思わしくなさそう。これ一回私がやりましょう。兵力そんなないんだ。何、お味方が城内に突入しました。そんなところに願いなくてもいいじゃんね。あとこれやられるわ。築城隊はまずい。参りましたな。普通に参った。武田信玄と、あとは、ここら辺あげるわ。普通に裏切られたな。4万5000ね。まあ普通に斎藤家も取っちゃおう。さすがにあんたはまずい。もう適当、先鋒は適当。武田はね、知略も高けりゃ強い武将は多いんだけど、ただいかんせんたまにね、全然脳筋のやつがいるから、そこだけ困るわ。さてさてさて、畠山先取っちゃおうか。そこまで行ったんだ。南部春政どっから来たの。強すぎ強すぎ。この3部隊で余裕だわ。お任せあれ。何、あ、特産品ね。生姜でいいです。金くれ。輸送もちゃんとやってるね。そうだな、そしたらごめん、編成、新設で。あ、いやいやいや、もう好きにやれ。好きにやる。あ、不可侵状、はいはい。その間に攻めるんだ。黒人衆結んでんだ、君たち。結んでるか。まあ、取られるわな。まあ、その間攻め、ちょー、突破しました。地区状態か。敵が、韓国飛ばそう。ね、韓国で。それは落ちるわな。不可侵状取られたとしても、仲間がね、逆にそこに援軍を送ってくれて、ある意味いい輸送になるから、敵に攻めさせるのは悪くないと思う。承知しました。本願寺も取ろうか。承知しましたね、行くもんね。ん、ちょっと待てどういう動きだ。よくわからん動きをやめてくれ。退却。援軍出してくれ。輸送じゃなくて。オッケーオッケー。はいはい、ごめんね。よいしょ。いいね、そうそう、そうやって援軍出してくれればいいわ。ね、4000あれば十分十分。
うん、自社衆の協定切れた。これやっときましょう。うん、失敗してるわ。ここも編成で協定で、自社衆いいね、いいね、技法入ってんね、素晴らしいね。な、どうしたあいつ、あの坊主やべえ、全く聞く耳持たなくなった。これで大丈夫でしょ、兵糧だけは絶対必要だぞ。あ、オッケーオッケー、なんかできたらしい。あ、おめでとう。できたんだって。うん、うちか。まあ、そりゃそうか。オッケーオッケー、これで機動力みんな上がるね。板金鎧、貿易で、そうだな、特に木材でいいわ。敵が七王城に向けて出陣。姉小路か、どうすっかな。姉小路邪魔だな。稲葉山から攻めさせるか。朝倉家も取っちゃっていいね。承知しました、お任せあれ。これ任せる、一部隊ぐらいで自分でしょ。うん、一人でいい、いいでしょ。一応二人あげるか。うん、100%大丈夫やけど。編成、敵の軍勢が我が領内に、駿府城に輸送、いいね。敵の軍勢が我が領内に向かって、これだけ入れば大丈夫だ。出陣しました。稲葉山城に向けて我が領内に向かって出陣しました。大丈夫でしょ。大丈夫だと思うわ。下妻雷電脱走、北条氏康残ってるんだ。そっか、権女がそこにいるからか。え、技術で内政は灌漑もやってるし、まあいらんわな。敵将捕らえたり。オッケー、出陣しましょう。最上義明か、豪華だな。お任せあれ。大丈夫、こっちは大丈夫だね。敵部隊壊滅しました。家康の無謀。それは無謀でしょ、どう考えても。承知しました、お任せあれ。うん、駿府城ここ攻めちゃおう、時間かかってるわ。誰かいる、誰もいねえんだ。一人ここら辺もらうわ。3万6000十分だね。大丈夫大丈夫。どう、素晴らしいね。まだやってんの、いいやつ。城内に突入しました。うん、これも大丈夫。さてさて、ちょっとさ、大丈夫かな。みんなさ、あの政治、知略の値が低すぎ。ガテン系しかいねえ。まあ、最上義明と佐竹義重はいいんだけど、この4人誰を信用すりゃいいんだよ、これ。お任せあれ。南部春政がまだ知略高い方っていう絶望的な状況。ごめん、どっか滅びたって。姉小路か、まあまあまあ、あれはほっといていいわ。え、出陣で鶴がいい、あ、待って、多分これ韓国で落ちるでしょ、朝倉だったら。ちょっと可愛い顔に変わってるわ。六角が大谷城取ってんだ、すごいね。普通にすごいわ。谷城も取っちゃいましょう。任せあれ。先生、ここはいいわ、ごめんね。これは援軍は浜松に出したのか、岡崎か。うん、まあそれはどうでもいいです。兵糧がやばい、結構あるね、60島、素晴らしい。まあ受けるわな。
さてさて、これは任せましょう。早めに殴って。そうそう、それでいいわ。皆さん大渋滞。お味方が城内に突入しました。敵将捕らえたり。六角も滅ぼしましょう。観音寺城に向けて出陣します。表示しました。お任せあれ。島津か。13000、こっちの方行きたいな。まあ結構固めてるから無理だな。敵将捕らえたり。いいねいいね、真田昌幸。国人衆相当ここ擁護してるけど大丈夫ですか。まあ韓国徳川も通るでしょ。オッケー。あとはないか。徳川はもう軍団に任せましょう。氏康信玄影虎やばいでしょこのメンツ。強すぎ。捕らえたり。ごめんね、授業で官位あげるわ。うん、ちょっと強くなっといて。どういったあいつ。まあいいわいいや。編成ここら辺も好きにやってください。さてさて、そしたら次は協定だけ結んどくか。忍者衆ありがとう。忍者も OK。 契約ポルトガルない。イギリスやっとこう。そのうち弓が必要になる可能性がある。どうぞ。背後に誰もいないからさ、もうガンガンね、軍団も前線に輸送してくれるから楽だわ。真ん中とかでプレイするとやっぱ両サイド気にしなきゃいけないから、軍団のね輸送の方向もなかなか考えなきゃいけないものがあって。とこれ織田も落ちるんじゃない、もしかしたら。無理か。こいつ倒してくれればいける。信金、まあ足利はサクッと取る。うん、軍団に任せるまでもないね。うちでやっちゃって。いや軍団に任せよう、こっちの方が早いわ。技術で、うん、もうやることない。オッケー。早っ。早すぎ。将兵吸収する前にさ、制圧するからさ。承知しました。全然さ、敵の残存兵力倒す前に制圧するから、うちの兵力が全然増えてないんだよね。まあいいんだけど。あ、国人衆やり合ってんね。もう我々は何も気にせずガンガン前線に進むのも。本願寺も取ろう。あと協定でちょっと前の方に進みたいな。遠征、ここら辺でいいや。引っ越しましょう皆さん。ちょっと遠いわ。小田さんは15000ね。うん、軍団に任せるにはあいつらに兵力を与えなきゃいけない。 OK、 出陣しましょう。先に弓の木取っちゃおう。軍団を信頼しつつやっていくしかありませんな。一泊んな。弓こっちの方がいいか。で協定で黒人衆これ結んどこう。味方が攻めづらいかもしれん。どれぐらい ?5000 でしょ。15000。うん、運ばないのかな。一応これ私が言っちゃうか。協定中止、それはどうでもいいわ。桐山御所に向けて出陣します。ここは3部隊でいいな。風魔小太郎とか怪しいな。組ませるか。
組ませれば最強。承知。ちょっと遅いからしょうがないから出すわ。かしこまりました。頼むね。イギリスも OK。 そのうち長球が手に入る。弓の毛制圧したら一度本願寺の方に戻りましょうか。榊原康政、普通に捕まえてきた。これは？あ、行くね、いいねいいね。頼むよ。お味方が城内に突入しました。早っ。早いな。オッケーオッケー。将兵残しとくから味方の軍団にうまく使ってもらえれば。ここは多分伊賀忍者衆結んでんじゃないかな。しし、一応結んどいてあげようか。軍団もね、出陣してるからやっといてあげた方がやりやすいでしょう。あと政治の値が高い人ちょっと何人か欲しい。うん、まあここら辺かな。ね、受けるもんね。停戦しません。奇襲来るかな。大丈夫か。 OKOK。 あとは編成で任せましょう。あ、 OK。 筒井も終わるね。真田正幸が築城始めてる。なんでできねえんだ。まあいいや。お前無理しなくていいぞ。傷水群衆にやられるぞ。綱重、大丈夫か。うん、岡山城。織田も大丈夫そうだな、数の暴力で。解けんのが早いんだよな。やってたっけ。やってんね。早っ。耐久削るの超早い。早打ちか。これ編成で任せちゃいましょう。ごめんね、ここもやっちゃおう。オッケーオッケー、シールドね。そしたら目標輸送をちょっとここにしときましょう。筒井城に運ばせよう。中国地方は我々が全部制圧するから、残りは軍団にやってもらえれば。さてさて、次は姫路城だな。承知しました。楽勝でしょこれは。承知しました。北条氏康ももういらないかもね。上げちゃってもいいレベルだな。よう裏切んな。もうあと織田さんそれだけか。じゃあ終わりだね。他は落ちる方はいませんか。奇襲いいね。ボコボコ奇襲が効いてるわ。うん、またうちか。金がない。金をくれ。これ戻らざるを得ない。これ援軍かな。あ、赤松鳥取か。はいはい。城門を突破しました。編成あげる。ここもあげるわ。裏切り。我が領内に向かって出陣。無謀だろう。どうか。激勝。捕らえたり。で鳥取に戻るのね。じゃあうちも鳥取行っちゃうか。ちょっと兵力残そう。お任せあれ。お任せあれ。鳥取城に向けて出陣します。お、何が始まった？何が始まった？急に始めるのやめてもらっていいかな。怖いわ。敵の軍勢が姫路城に向けて出陣。浮田太宰家。そうだな、しょうがない。宇治康戻すか。今度からこの2部隊で行こう。もう十分でしょ。これ何もしなくて韓国で落ちると思う。落ちないか。意外に粘るな。捕らえたり。余裕余裕。余裕でしょ、どう考えても。解放しちゃった。いいね。これはもう勧告もせず仲間に任せよう。輸送隊は頑張ってますかね。
取り。さてさて、次目指す拠点はヤバセか。ヤバセ城に向けて出陣します。でぼちぼち責任者衆と協定結んだ方がいいね。ここ結んどきましょう。責任者とあとは水軍衆、これもね三好にね水軍で結構やられること多いからこれ結んどく。あと薩摩忍者もやっちゃいましょう。多分制圧までそんな時間かかんないと思う、天下統一まで。多すぎ。これは帰ったのね、ご帰宅ね。そしたら北条氏康、一人で十分でしょ。承知しました。岡山城制圧させましょう。鈴木家が滅亡。お味方が城内に突入しました。こんな頼むぞ。よろしくないね。こんだけ42人も人いるんだけどみんな失敗するんだよな。もう一点ね、沼田さんに任せてるからかな、軍師的な役目は。そうだよね、行っちゃうんだよね。うたつか、うたつならまあ傷水軍師結んだっけ、結んだよね。じゃあいやいや、うたつか、待って、うたつ、あーやっぱ結ばなきゃダメだな、水軍師来るわ。メンツはすごく豪華でいいんだけど、ちょっと将兵回復待つわ。頼むぞ。ちょっとよろしくないわ。誰かいる？いい人。協定秀吉にね、いいねいいね。頼むね。めっちゃ運んできたんだけど。兵力。薩摩忍者衆、OK。契約、イギリス。出陣で。ガッサントダ城に向けて出陣します。任せあれ。まあこれは余裕だな。承知しました。で編成で任せましょう。どう、宇治安一人、まあ大丈夫だね。ね、来るでしょ。 OK、 これ大丈夫だ。よかった、秀吉よくやったわ。制圧できんのかな、先方次第。混乱ぶち込めさえすればいけるけど、弓鍛えてないからね。いらん、そんなもんいらん。イエス頼むね。お前の混乱にかかってるぞ。あ、いいね、最高だわ。最高だ。それで決まったようなもんだな。オッケーオッケー。あ、はいはい、駆け上がんね。そのまま行っていいわ。承知しました。とりあえずここ制圧したら次は吉田郡山城目指していこう。毛利がだいぶ広がってる。オッケーオッケー、やってんね。やってんね。城門を突破しました。ヘリが1000ずつだからね、さすがに強いわな。おお、素晴らしい。さてさて、次は吉田郡山城。承知しました。どう、おお早いね。14万ね。いや1個思ったのさ、九州さ最後時間かかりそうだからさ、一回九州にぶち込みたいなと思って、兵力ごと全部。周りはどんなもん、6300。ここもし制圧できたら、坊夏湊多分4万も鉄砲あるときついだろうな。やってんねやってんね、いいね。まあ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 、ちょっと様子見ながら。あ、いや、ごめんね、マイク叩いちゃった。ちょっとカーソルも間違えました。城内に突入しました。オッケーオッケー。捕えたり。出陣で、そしたら無島港に向けて出陣します。
やってんね。いやー、さすがに島津の鉄砲は強いな。圧勝だね。さすがだね。征夷大将軍になりました。なんと征夷大将軍になりました。あと輸送、うん、ガンガン輸送させていいわ。安田さんって大丈夫な人かな。これも編成に任せましょう。いいね、こんな挨拶代わりのこんな強えな。杖春方編成、これは私がやりましょう。備中高松最後残しちゃっていいや。何がしてんのお前は。水雷持ちか。まあ、四国は仲間に任せよう。邪魔だね。ハッスルしてる。いいねいいね。ちなみに落ちる国ある。三好は落ちるか。いや、もう制圧しちゃっていいわ。あ、待って、途中で裏切られるとだるいから一応韓国飛ばそう。まあ、制圧してもいいし、どっちでもいいわ。出陣でとりあえず中国自主を倒しましょう。二部隊で余裕でしょ。関与あげる。あ、弱くなる弱くなって機嫌損ねられたらそれもそれで迷惑だ。いいね、包囲か。包囲すんのがはっきりしなさいよ君たち。よう、技法受けんな、このガテン系軍団。風魔小太郎弱え。あ、これあげます。もう好きにやっていい。うん、待って、黒人衆は倒した。ヘリやば。ヘリが速すぎてやばい。とんでもないスピード。あ、どうも。で、山口もついでに落としちゃいましょう。豊後水軍衆って結んでたっけ？結んでないか。これやっちゃいましょうか。豊後水軍衆。あとは、土佐水軍衆もやっちゃおう。うん、こんなとこだね。黒人衆か。責任者って結んでないの？あ、そうなんだ。だったらうちも黒人衆結んでいいな。お工場を攻めやすくするようにしてあげよう。5000か。ここは3万7000。多いな。備中高松制圧完了しました。突破しました。いいね、いいね。川之江も制圧。そうだ、韓国で毛利は無理か。まあ、次は下関港に向けて出陣します。承知しました。どう、やってんね。土佐水軍衆無理か。文豪 OK、 黒人衆 OK。 早っ、速攻でいったな。やっぱ土佐結ばないとダメだね。ちょっと時間かかるわ。でも九州、あ、2万8000か。多いな。港から戦うのはさすがにきついな。2万8000は。あ、竹船ある。関船1個か。お味方が城内に突入しました。あえて敵に制圧させるか。原始的なことだけど、それの方がいいわ。一応山口に戻りましょう。進め。多分普通に行っても負けると思う。うん、その間軍団頑張ってくれてるから、まあ、よしとしましょう。頼むぞ。おいおい、土佐水軍衆全然ダメじゃん。どうした？あ、はいはい、それでいい、それでいい。協定、土佐水軍衆信玄に行かせるか。どうぞ。いいよ、制圧させていいから。文豪水軍衆頑張らなくていい。どうも。あ、まあそれはいいわ。とりあえず順調ですな。で、戻ってきたら下関取りに行きましょう。
長老もあるもんね。大丈夫だね。まだかな。オッケー、行こうか。目指す拠点は、下関港に向けて出陣します。お任せあれ。兵力どれぐらい。あ、輸送いいね。あ、こっちカラカラ、すっからかんだな。何、なんでためらってんの。野島多分森そうだよね。もう今までは落ちるかなと思って。あさ、なんか知らんけど長宗壁も落ちるわやったぜ。なんか知らんけど長宗壁も諦めるみたいです。いいねいいね、早くていいね。なんでお前が受ける。あ、責任者か。お味方が城内に突入しました。まあ制圧してさっさと文字港取って九州行った方がいいんだから。コブね、待っとけ、勝手に。おい、それやめてくれ。どうも。どこ行くんだろう。援軍は大したことないね。あれぐらいのメンツだったらうちでも勝てるな。さてさて、そしたら文字港を制圧しましょう。しかもなんか増えてるぞ、あの関船が。承知しました。オッケー、帰らせた。そのパターンか。一回戻っていいわ。うん、大友総理はほっといて大丈夫だね。さてさて、九州上陸も終わるか。なかなかいい射程だね。お味方が城内に突入しました。あ、なるほどね。攻撃のあれがずれたか。攻撃のあれがずれた何言ってる。攻撃のタイミングがずれたね、あの制圧するときに。敵接近時ありの方反応してたから多分それかな。お任せあれ。キイダニよりも先に橘山城取っちゃいましょう。結構いるな。これは何用だ。うん、橘山城制圧は終わる。島津と争ってるんだ。まあまあそれはいいわ。お味方が。博多港は放置でいいね。突入しました。あ、でも結構いるな兵力。長崎に戻る。あ、でも今長崎港に島津の兵が出してるから多分戻る形になると思う。ならその隙に黄田に取っちゃおう。お任せあれ。どうなん。なるほど、西園寺とかがちょっと邪魔そうだね。これ私がやりましょうか。どうだもん。どこ出身。ここ今治港だね。やなくていいから黒瀬城行こう。そんな大量に行かんでもいいんだけど。協定結んどいてあげるからこれで大丈夫だ。急に戦争始めるから。壊滅しましたね。そうだね、行くよね。壊滅で、ここでいい勝負して、でいい感じのタイミングになったら我々が行こう。これも無視でいい。西園寺行ってくれ。承知しました。結局どうなったのこれ。大友守りきったんだ。味方が城内に突入しました。捕らえたり。あいつら文豪水軍師結んでないよね。だったら村中城の方行っちゃいましょう。お任せあれ。オッケーオッケー。大名もそろそろ出ようか。どこにいんだ。ここか遠いな。で輸送で板病が降雪祭、ここまで運んどいて。承知いたしました。で編成。うん、オッケーオッケー。長崎村取られんのかな。でも大村城の方向かう動きになるから
どっち、いやー小早相手に負けるんだ、関船持ってんのに。全然鍛えてねえんだろうな。数が多すぎる。兵糧もらおうか。戻ってきたんだ。じゃあ博多湊取らなきゃだな。もうちょっと持ってっか。博多湊に向けて出陣します。やってる。これで西園寺も落ちるかな。西園寺も OK で、あの兵力そのまんま一条旗にぶつけて四国を降りにしよう。もらうね、そのまま。お任せあれ。うん、大村も取られるか。騎馬鉄砲1人、鉄砲2人か。とりあえず混乱付けにして、捕らえたり。まあこいつは適当にどっか走るでしょ。最近見だとね、遠いからほっといていいわ。我々も大村城に行きましょう。お任せあれ。大変な長距離運動になるけど、西園寺も OK。 これは軍団に任せましょう。うん、大丈夫だね。中村御所、鉄砲 2万か。ちょっといい勝負になりそうだな。あ、まあ余裕かな。貼り付けば大丈夫。 OK、 これも任せます。でもさすが減りは早いな。でもやっぱ島津の鉄砲は強いな。全ては混乱次第だけど、どうなるかな。混乱が入れば終わり。あ、 OK だね。大丈夫大丈夫。長崎港残そっか。2000か。ああ、まあ取ってもいいな。敵の軍勢が板島港に向かって出陣しました。1万、これ無謀。どこ行くの、なんだ。ああ、なるほど、今一人が歩いてるから、そういうことか。で黒人衆に襲われてどんどんなくなってんじゃん、かわいそうに。長崎港も取ってしまいましょう。長崎港に向けて出陣します。これも編成で、ま、かあ、いや自分でやるわ。残念だ。うん、村上武吉技法もいい感じに入ってんね。これも任せます。銃に使って。お味方が城内に突入しました。敵将捕らえたり。さてさて、そしたら熊本城阿蘇家を狙いに行きましょう。お任せ。まずは邪魔な黒人衆を平らげてから。お任せあれ。弓のお味方も入ったから、まあ戦いやすくはなるでしょう。大友と兵糧は22万。うん、そっか、停戦結んだから我々の方しか気にしないんだ。本当しか、大友家に寝返り、そうとしか言いようがないわ。まあ軍団に特にお願いするってことはないな。阿蘇家取って、で大友取って、でこっから援軍出させて、でその隙に板島から佐伯港取らせればやりやすいんじゃないかな。ごめんね、普通に反応し、あの倒したかっただけなんだ。多すぎだろ兵力。 OK、 そのまま行こう。黒人衆も仲間に連れて敵が板島港に向けて出陣。うん、援軍は出すとは思うんだけど、鉄砲か、ちょっと怖いね。壊滅。
敵将捕らえたり。いいねいいね、行くね。まあそこら辺は任せよう。ちなみにさ、6000か。九州上陸させたいな。城門を突破しました。帰ったまあいいや、適当にやろう。あんたらも、なるほどね、ハイエナか。制圧してまた出陣するのめんどくさいから取らせちゃおう。行け。どうぞ。多分熊本城これで取り返せば、あいつら兵力そんなないから韓国で終わると思う。これ何？あ、協定ありがとう、文豪水軍衆。よしよし、だいぶ兵力固められたわ。いけます？信玄いいね。あ、謙信がいけんだ、素晴らしい。オッケーオッケー、話が早くて助かります。そしたら船井館行きましょう。船井館に向けて出陣します。承知しました。なんだあれ何を、なんだあんなに人来た。船井館、船井館、農民隊相手にそこまで発狂したの。あ、いいタイミング出てくれたね。どうなんだろう、制圧できんのかな技法はめちゃくちゃ食らわせてるけど、まあ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 、ちょうどなんか意思疎通ができてるわ、うちら。まあとりあえず船井館取ってからだな。島津兵力46000、城門を突破しました。27000、そこだな、ネックは。退却か、まあまあまあいいよ。何の音？あ、捕獲されたのね。韓国はさすがに取んないと思うけど、兵力的に4、5万ぐらいあるもんね。うん、佐伯港取りましょう。承知しました。24000か、どっかで使いたかったな。みんなどこに兵力運んでんだろう。5万か。我が領内に向かって出陣。ここ取ったら、あの戻るから待ってて。突破しました。もう動かさないでいいや、どう説も浪人でいい。黒人衆来てくれたんだ。あ、入ったか、まあ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 。敵将捕らえたり。包囲網が終わった。まあそれもどうでもいいな。混乱で佐渡原、あがた城か、あがた城に向けて出陣します。承知しました。行くね、油積港。いいタイミングで行ったわ制圧は多分難しいと思うけど、まあそのやる気は買いですな。兵力どこ行った、運んでる。10万、下関。なんで下関敵全然いないけど。お味方が、もういいや、気にせず私が動かした方が早いわ。ボロ負けじゃねえかボロ負けでしたな。承知しました。佐渡原城に向けて出陣します。承知しました。軍団に任せちゃうと多分包囲するんだよね、2部隊だったらね。だから私がそのまま動かしちゃった方がいいと思う。援軍来ないのは兵糧ないとか。あ、これはいいや大名が暇してるわ。島津義弘か。鉄砲は騎馬鉄砲か。まあそのまま行きましょう。混乱打つまでもないね。戻って、そしたら油津港に行きましょう。ここ取ったらもうそろそろ終わりじゃないかな。残りの兵力ワンチャンいける。さすがにまだ無理か。
まあ、肝付きまで行ったらだな。敵部隊壊滅しました。軍団が完全にサボり始めた。まあいいや。信玄こっち。お味方が城内に突入しました。どうっすか。捕らえたり。まだ無理か。任せ終われ。肝付きで終わりかな。じゃないと時間が。金子さん完全に最後の勝ち馬に乗りに来たな。127の統率と135の統率に攻められたらまあそうなるわ。終わりだな。終わんねえの。え、なんで。まだ生きる。まだ生きるのかこいつら。油積みだと兵力ないからさ。他拠点ないよね。うん、誰か輸送してもらっていいかな。それなんでお前ら下関に運ぶんだ。どこ出身。野島か。その兵力さ、油積み港に運んでもらっていい。裏切ったら怒る。大丈夫だよね。あ、この人上田さんは大丈夫だ。フルカブだ。城門を突破しました。もういいですか。捕らえたり。終わるね。オッケーオッケー。移動で、一石でもどこでもいい。韓国で終わりにしよう。うん、待ってね。ごめんね。よいしょ。お疲れ。これで島津終わりだな。ということで、無事に天下統一達成することができました。里見家終わり統一のシナリオでしたけれども、まあ2時間20分か超えか、ちょっとかかったな。いつも通りいろいろ振り返っていこうと思います。まず里見家に関してなんですけど、まあ、港もあって、まあ、武将も結構強くて、でなおかつ 100% 制圧できる古賀御所があるということで、まあ本当初心者の方にもおすすめな、非常にやりやすい国の一つです。で序盤の動き方として、まあ古賀御所を取ったのも OK で、その後に、まあ、築城バリをしながら黒人衆と協定を結んで、で佐竹を取った。まあ、佐竹もね、黒人衆の力を借りたんですけど、まああれはあそこの定石というか、もう誰がやっても同じような手段を取るんじゃないかなと思います。で、宇都宮を走らせて、で、その間にね、あの、兵糧も一応削りを狙いつつ、で、佐竹を取って、で、明の明刀とか、足軽技術がある程度入った状態で宇都宮を取った。まあ序盤の動きは OK です。まあ、その後なぜか知らんけど相馬に攻められて、まあ、同盟は結んだんだけど、まあ、それもよしとしましょう。でその後が結構いろいろありまして、このね、ちょうど君のことを話そうと思って、謙信が武田にかなり押されてて、で武田だけかなと思ったら足名家の部隊にもやられてて、でまずそこの段階で山形城をもう強引に騎馬隊で取りに行った作戦はすごく、まあ、功を奏したんじゃないかなと思います。でその後柴田城は武田に取られたんですけど、ただあの武田と上杉、まあ、上杉謙信と武田信玄両者はあの韓国とか敵を降伏したりとかそういう形じゃないと仲間にならないので、ワンチャンうちに流れてこないかなと思ってたら本当に来てくれて、あれはすごく嬉しかったです。でその後武田に対して兵糧攻めがバッチリ決まって、まあ、米沢城を使って、うん、あれはね兵糧攻めをしたいってのももちろんあるんですけど、ただ築城したら下で水攻めで速攻で倒せるすごく使いやすい市場の一つなので、まあ、どちらでも良かった。
ただ兵糧攻め成功したので、後のね東北制圧した後に武田を一気に滅ぼすことができて、もうそっからはもうガンガン西に行くだけ。北条と武田を取って上杉も取ればもう負けるわけがない。でタイム的な話に関してですと、そうだな、やっぱり兵力の輸送もう毎回毎回の課題になるんですけど、兵力の輸送が最後、まあ、ちょっと息切れして九州地方は大体私しか攻めてないっていう状況になっちゃったので、まあ、そこが反省点ですと、ちょっとざっくりしたあの解説というか説明になったんですけど、里見家尾張統一、無事に天下統一達成することができました。今後も RTA 動画に限らずたくさんいろんな動画撮っていこうと思いますので、また見ていただけたら嬉しいです。それでは長時間のご視聴本当にありがとうございました。失礼いたします。